はいえー、シュートさんが強すぎますこのマシュマロの時点で SFL9 節が終わりましたが忍びの桃チコーディをユリアンで破りました、うん、これ前回の古田に続きラスボス級プレイヤーを二人抜きしたことになりますしかし素人目にはシュートユリアンはなんか技がいっぱいあたって勝っているとしか見えず、えー、どう強いのかがよく分かりませんハイタニさんから見たシュートさんの強い点を解説していただけないでしょうかちなみにスタックルは出していませんでしたまあ、ちょっとあのー、詳しく見てないんですけどシュートの試合まあ単純にあれですよね 反応がまずいいっすよね。対空の精度がまずよくて、相手が飛びづらいっていうのがまずあって。で、地上戦が上手い上に、確認が上手いっすねあ。それがでかいと思うかな。うん。あユリアンってどうしてもその、地上戦しながら、リターンを取るっていうのが難しいんですよ。溜めが必要なんで。溜めが必要やし、その、純粋に一ッりできる技っていうのは結構むずくて、少なくて、中盤とかも。だから、結局大攻撃とか当てたりとか、まあ、球を打って、 で飛ばしてしゃがみ大パンチ出したりとかそういうのがまあリターンを取る選択肢になるんですけどシュートの場合は中パンチとかからも結構確認して出してるからあれが結構でかいんじゃないかな気がしますねそれができてんのはうーんそうね台形体育とかも本当にうまいまあユリアに対して結構その真上付近に飛び込むっていうのが割とユリアン対策としてまああるんですけどまあそういうのを脊髄でちゃんと体育出すからうーん。 まあそういうところなんかなって。まあ地上戦がうまいプラス反応がいいですよね。エイジスの使い方もやっぱりすごい多死にわたるというか、バックジャンプをね、あの体育エイジスで勝ったりとか、そういうのもうまいしね。タツタックルっていうのは、弱タックル先端当てのことだね。俺がユリアン使うとそれしかしないっていう。ひたすら弱タックルを先端当てで削っていくっていうのは、俺のユリアンのスタイルなんやけど、一時期その、タツタックル結構使ってんやけど、 俺が教えてあげたシュートに最近はもうッチタックルを使うまでもなく地上戦で圧倒してますねただあの先端でタックルも無敵技がなくなってちょっと弱くなったんですよねまあマイナ基本マイナー2なんですけどマイナス2から EX ヘッドを打つのがまあぼちぼち強いんですけど、うん、シューター V ゲージの姿がうまいともうトリガーにこだわらないゆりやんで V ゲージをそのいろんないができるっていうのはすごいんですよ なぜなら、ユリアンってエイジスでリターンを取るキャラやから、から立ち回り負けてても、エイジス連携で、まあ、まくって、試合終わりですよねっていうのが、まあまあ昔の、昔からのユリアンのスタイルっていうか、勝ちパターンなんですよね。で、逆にそれができないと、ユリアンはまあ、基本勝てないっていうか、うん、負けるっていうのはユリアンの、ユりや対策なんですけど、立ち回りが上手いから、いろんな選択肢っていうか、いろんな戦略が取れるっていうのが強いよね。 まあその辺ができてんのがもしかしたらシュートだけなのかもしれんね。そこまでうまくやれてんのはね。まあ今はちょっと再注目分かってかもしれんな。シュートユリアンは。